皆さんこんにちは。本日はこちらのルミナス研ぎ屋帳をご紹介していきます。では見ていきましょう。まずこちら玄関です。こちらシューズボックスです。では入りまして、まずすぐ右、こちらお手洗いです。では廊下左手側、こちらが洗面所です。こちら室内洗濯機置き場です。こちらとシャンプードレッサーです。浴室手前、こちらは浴室乾燥機がついています。こちら浴室です。こちら浴槽の脇、直接触れる給湯リモコンもついているようです。では戻りまして、こちらお部屋入っていきます。入ってすぐのところ、こちら給湯リモコンの本体があります。こちらキッチンです。こちらはガスコンロ2口システムキッチンですね。こちらキッチン備え付けの収納になります。ではこちらリビング部分です。こちらはリビング脇、小さな収納ですね。こちらモニター付きインターホンです。こちらはリビング部分、エアコン付きです。こちらはリビングから続く洋室、寝室部分ですね。こちらクローゼットです。ではこちらバルコニーです。今こちらが15階最上階からの眺めになっています。こちらで以上ルミナス研ぎ屋帳をご紹介させていただきました。何か気になる点、確認事項などありましたら下記概要欄からご確認ください。ご視聴いただきありがとうございました。